ネットでポチりたいです。もうすっかり秋ですね。というのは言い過ぎですが、ちょっぴり秋っぽい瞬間もあるし、夏の次は嫌でも秋がやってくるので、今回はマルジェラのドライバーズニットをご紹介いたします。我が家のドライバーズニットはこの2着、どちらもマルジェラ初期のものです。明るいベージュ色のこちらは2005年のマルジェラ春夏アイテム、素材はコットン 100%。 マルジェラのドライバーズニットといえばハイネックが一般的ですが、こちらは珍しい丸首タイプ。その代わりに袖のリブがだいぶ長めになっています。それとこのドライバーズニットで気に入っているのは、さりげなく施されたミリタリーテイストの、これなんていうのかわからないんですけど、縫い方が部分的に変わってて、遠くから見ると当て布や腕章を剥がした跡みたいに見えます。マルジェラお得意の騙し絵的なやつなんですかね。とにかく気に入っています。このパンツもマルジェラ、ガリアーノが入る前、デザインチームが作っていた頃のチノパンですね。膝のところから急に細くなるデザイン、足長に見える綺麗なシルエットが作れるので気に入っています。我が家のドライバーズニット、もう一着はこちら。マルジェラがメンズを始める前、90年代のレディースアイテム。サイズは M なんですけど、身長179センチの私でもぴったりなので、かなりゆったりしたデザインになってます。白タグの近くに青い文字で選択表示や製品番号が書かれたタグがありますけど、これはオリゾンティが日本でマルジェラを扱う前のアイテムについているみたいで、おそらく1996年より前のものと思われます。ニットデザイナーのミス・ディアナが手掛けたアイテムでもあるので、もしかしたらそれなりにレアなのかもしれません。まあ着倒してますから、袖口とかはご覧の通りボロボロですけどね。素材はコットン、かなりざっくり編んであって、首元がこんな感じでダラーンってなるのはミス・ディアナの狙いなのか、それとも経年劣化ってやつなのか、いずれにしても他にない味わいでいい感じです。このドライバーズニットに合わせたスウェットパンツもマルジェラ在籍時代の珍しいものなので、ちょっと自慢させてください。色味や生地感が微妙に異なるスウェットを継ぎはぎして再構築したこのパンツは2002年秋冬のアーティゾナルライン、
膝の立体裁断が左右違ったりしてるのも凝ってるというか面白いです。スウェット素材なのにフレアパンツ、スポーツなのかエレガントなのかよくわからないアイテムなので、着こなすのも若干ハードル高めなのであまり履いてなかったんですけど、今回撮影した動画を見てたら普通に履いてもかっこいいんで、これからじゃんじゃん登場させようと思いました。とはいえ黒いスウェットを履いて柴犬と遊ぶのはあまりおすすめとは言えません。マルジェラの代表作はいろいろあると思うんですけど、私がパッと思いつくのはこのドライバーズニットです。マルジェラと出会って割と早めに手に入れたアイテムというのもありますが、普通なようで普通でない、やぼったさの中に芯の強さを感じるというか、私が持っているマルジェラのイメージに一番近いのがこのドライバーズニットだからなのかもしれません。他のブランドのドライバーズニットも買ってきてたことがありますけど、着心地が良くてもそれはただの服でした。マルジェラのドライバーズニットを着るとそれはもちろん服なんですけど、新品であっても懐かしい感じがします。単に私がマルジェラマニアだからかもしれませんけど、守られているような温かい気持ちになります。とここで突然ですがお知らせです。9月15日火曜日の夜に YouTube ライブをやろうと思ってます。この日でなければいけない理由がありまして、詳細は次の動画で明らかにしたいと思います。3ヶ月ぶり2回目のライブ配信、また皆さんと一緒にポチりたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。